こちゃーす。中までたっぷりちはやです。世界一のバグ。世界一のバグとはなんだ？ Y 横上か。お。お。おおおお。おー。最初は前見たやつと一緒だ。その後がちょっとアレンジ版でしたね。まあでも、動画にしたやつ。謎すぎる現象。意味不明すぎる現象とかっていうサムネ作ったかな、確か。なるほどね。かっこいいね。中二心をくすぐられるコース。うわ、でもなんか普通に、あれにありそうじゃん。製品版にありそうな感じですね。まずはキノコもらえるのか。それでも 1.56% だぜ。結構難しいんじゃない？あー、なるほど。確かに厄介だね。作りが厄介。これ一回待たなきゃダメですね。多分そのうちなんだけど、焦っていかなきゃいけないようなギミックがどっかで出てくるってことかな？そしたら。海の中だとやっぱり少しは脆くなるんですね。お、でもファイヤーになれるの？いいの？いいんすか？いただいちゃって。OK？行こうと思えば行けそうな気もするな。あ、これ名称なんつだっけ、このズドンってやつ。これすり抜けるんだね、ファイヤーボールがさ。それがちょっと意外だった。さあ、緑の悪魔ですね。つぶらな瞳でこっちを見ているけどサクッと加えてしまいましたが、さあ、土管か。裏側もあるんだな。中間くれるかな、どうだろう。おー、やった。イエーイ急に倒せる？倒せないよね。そうだよね。火まとってるもんね。そうか。しかもこっち向か、抜いた後こっちに向かい直すのか。こいつは。当然倒せないよね。やめて！ぶねースプラトゥーンを、なんとか倒すよね、今の。あぶねー。お、綺麗な回避。ものすごく綺麗な回避でしたね。ただの？ただの陣。ただの陣だ。ウェーイ。ちょっと上は無理だね。さだまさし。やばい、どんどん道がなくなってってんだ、これ。しょうがないね。ここは一回ここに乗るしかないの。あ、今行けたな、もったいね。やっぱり急がせてきましたね。まあ、ここは問題ないでしょう。着地ポイントもちゃんと作ってくれてた。オッケー。お、また中間くれんのか。優しいな、おい。日本人の制作者さんはくれねえんだよな。いや、そんなことないけどね。ありがてえ。マジありがてえわ。感謝。ひれ伏すわ。ほんとに。ひれ伏します。ありがとうございます。へい、へいよ。これは踏んでいけ？踏めるの？こいつ。踏めなくなっちゃった。最初は踏めるんだ。そうだね。最初は踏めるよ、みたいな。火まとっちゃうと踏めませんよ、みたいな。入り直して。あ、やべえ。あー、当たっちゃったか。おっと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 ？おっとっと？あ、なんかあったぞ、ブロック、普通に。あぶねえ。これでどうや。これでどうや。オッケー。やっと突破できた。はい。うわ、ぶねえ。おっつ。オッケー。トンと行って、ああ、そういう感じか。でもこれはぴょんと行って、ぴょんと行けんじゃねえか。ぴょんと行ってぴょん。ほら。あ、違うね。踏んで行って、踏んで行ってだね、これ。さだ、ありゃあ、さだまさし。イェーイ、ふぅー、お疲れい。クリア率上げてやったぜ。オッケー。いやー、中華ありがとうございました。3月の27日にいただいたコースです。
飛行船コースでいかなる時も落ち着いてプレイを推奨と、序盤ファイアフラワーが必要ですとのことです。ちはやには余裕かとって書いてありますね。頑張るよ。おっと、ファイヤー必須。捨てて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 、おっと。ファイヤーフィッス、ファイ、うほほうほほう。あ、上にはでも戻ってこれますよね。あ、戻れない。あれ、なんか当たってる臭くね。珍しい。一応 P 持ってきて上っていうルートはダメらしいですね。今証明されましたね。ファイヤー必須っつうけどファイヤーねえぞ。スパナの音するけど、なんか何もなさそうだね。でもなんかゴール臭くね、これ取ったら。さあ、晒し上げていきましょう。ドーン。晒し上げていく。で、土管入りまして、で、持ってだね。いい、しる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 、あっぶね、いい反応。多分ここもなんかあるんだろうな。オッケー、きっとあるよ。でね、当然思った。ここもあった、当然あった、当然のようにありました。はい、まあそういうことですよね。でね、この辺にも隠しあんだよね。あったあった、これが必要なんですよ。で、持ってこれ入って、これ叩いて、これ入って、ゴールっていうコースでした。ものすごいストレスを溜めてしまったので、さっきね。すごい丁寧に作られてる、苦しくないコースで遊んで、楽しみましょう。純粋にマリオ。びっくりしたわ。本当に。まさか、まさか、まさか、40何分もかけるコース。いや、まあ、なくはないけどさ。なくはないけどさ。でさ、クリアした後が問題だったんだよね、俺としてはね。クリアしたーっていう、この、なんか、そういう気持ちにはならないコースだったんだよ。あ、そういうことか。オッケー、間に合った。でも赤コインは？赤コインは？あ、そんな簡単に赤コインはやりませんよってことか。あー、ついに2回も食らってしまった。中間だ。とりあえずこれどうなっちゃうの。クリアチェック、これどうなっちゃうんだろう。あ、でもまあ1回の場所は1回と判定されるのか。でもめちゃめちゃめんどくさかったろうね、これクリアチェック。なんだろう。うわー、じゃねえわ。どうでもいいわ、そんな。
オッケー、よいしょい、二つ目クリア。ありそうありそう、やっぱ作り綺麗だなこの人、いいな。ただのコインか。あー取れた。ちょっとはしゃぎすぎた。さあ上に行きましょう。ギリギリガリガリ当たるあれなんだね。ほほー、さあラスト1枚ですね。あ、ファイヤーくれるんですか、やった。上下してるね。下は別に何もない。うわそんな、先に進むぜ。あーなるほどね、倒しちゃおうか、倒した方が早い。落ちてった。でもなんかいるな。あやべ、取ってた。バブルがいるせいでうまくできないっすね。OK。はいはいはい。うわっ！わーん！とりあえず撃破。危なかったでも。さあ、また土管経由させて。うわーはぁー。いや、まだ、新郎が消えきってないわ。これは一回マリオやめた方がいいな。あれどうする？あのカロン、下くるんで抜ける？下くるんで抜けるぐらいしか思いつかねえな。危ねえ。あ、危ねえ。オッケー。よし、オッケー。はい。じゃあこれやって終わりましょうかね。初心者のためのスピラン2で。ピンクコイン集めると中級者向けになるっぽいんです。これは難しそうだね。届け！あ、あぶねえ、届いた。OK。トンといって、トンといって、ヒップ、左。OK。あー、あー。土管経由、あと20秒。中間あるね。俺これ苦手なんすよ。めちゃんこ難しいんですけど。大丈夫？まあ27秒。あぶねえ。中間なかったらやばかったわ。絶対間に合ってねえな、これな。赤は難しい。いい、その、基準になってますね。赤は中級って。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。アディオス、アミーゴー。